今夜10月10日木曜日22時から放送のトークイーンズ SP は赤西人とウエンツエイジをゲストに迎えハワイロケ &1 時間半のスペシャルでお届け今やアメリカを拠点に全世界を股にかけ活躍する赤西人がついに登場今まで誰も聞いたことがなかった赤西人伝説のすべてを語り尽くす 1>, 1時間半 SP の今回はもう一人ビッグナゲストとしてウエンツ・エイジも参戦する一泊の弾丸ロケだが一行が訪れる場所は全て現地カリスマコーディネーターおすすめの今絶対に行くべきハワイスポットという特典付きそのあたりもお楽しみいただきたいこの番組は サシハラリノや伊藤アサコらバラエティ番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一堂に集結。バラエティ最強女子軍団であるトークイーンズを結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティ。ゲストについて女性タレント自らが事前に直接取材を行い、その情報をもとに女性陣がスタジオに招いたゲストに質問攻め。ゲストを丸裸、 にしていく尖っていた過去やんちゃ伝説を徹底検証トップアイドルとして活躍中に突然独立するなど我が道を行くイメージが強い赤西そのためネットには嘘か誠かそのやんちゃな性格を示す過去の発言も多数存在するそこで今だから話せる真実を根掘り葉掘り聞いていくことに赤西やんちゃ伝説 を徹底検証六本木には言ってた。俺のファンも週刊誌で、赤西の生存確認する、と断言する赤西のやんちゃぶりとは。疑問符、また俺もこんな感じだけど若気の至りはゴリゴリあったと暴露したウエンツウエンツの想像以上のやんちゃぶりに一同が驚くシーンも。世界を飛び回る男の誰も知らない超セレブ私生活ウエンツからの、今どこに家があるの という質問にわかんないと答えた赤西のプライベート事情を深掘りロサンゼルスハワイ日本と拠点地が定まらないセレブ生活の実態を明かしていくさらに以前住んでいたロサンゼルスの豪邸も公開する相当モテた禁断の恋愛話これまでテレビで封印されてきた赤西の過去の恋愛トーク今回その禁断の領域に初めて踏み込むことに アイドル時代から群を抜く色気を漂わせていた赤西に当時ってめっちゃモテましたと指原が切り込んで恋愛トークがスタート振られたこともある。女性のことがよくわからない、という赤西の恋愛観とはまた、どうしても赤西に負けたくないウエンツも。トークに参加して盛り上げていくが、ウエンツくんとは合わないかもしれない。最初からずっとふざけていると赤西に言い放たれる結果に。 事務所を独立した理由とは2014年に事務所を独立した赤西に一体何があったのかその真相に触れていくアイドルが窮屈だったのかでも自信はあるずっとと語る赤西に退所までの戦いきさつも含めて真相を追求していく赤西人とアラモアナショッピングセンターへ取材が終わり赤西とウエンツと共にアラモアナショッピングセンターへ 今ハワイで超人気のドリンクを堪能することに、イギリスに留学していたウエンツが全員分オーダーをすることになったが、ここで珍事件発生。ドリンクを味わった後は、観光客が知らない穴場のサンセットスポットへ。ウエンツ、涙目ショッピング。念願のパラセーリングも体験できず、サンセット後に赤西とはお別れし、ここからはウエンツの時間。 ウエンツは、ハワイでのショッピングを楽しんでいたが気づけばまさかの涙目に。その理由とは、またロケ2日目には、ウエンツが希望していたパラセーリング体験をすることに。しかし、涙目ショッピングに続きここでもウエンツが撃沈する事態に。芸能人との交際を暴露ウエンツの喋りすぎ恋愛事情、基本女性に物が言えない、というウエンツ。 言いたいことが言えないウエンツの恋愛観について深掘りするハワイの解放感で心も口もオープンになったウエンツから語られる元カノ事情や好きな女性のタイプとはそしてラストには森かすみが感じたウエンツエイジの優しいところベスト3も発表今夜10月10日木曜日22時から1時間半のスペシャル版でお送りする 東キュインズ SP をお楽しみに。